米国メディアはこのほど10月に中国の039型潜水艦が米国空母ロナルド・レーガンに対するミサイル攻撃を模した行動を行ったと報じた。中国艦隊は太平洋で危険な行動を取ったとは米国の言い分。中国側の言い分をロシア戦略技術分析センターのワシーリー・カシン研究員が代弁してみる。緊張増大を背景に中国は潜水艦による侵害的行動を誇示して東アジアの係争領土周辺並びに台湾問題における中国の国益を強硬に追求する用意が中国にある旨のシグナルを米国に送ったのだということも十分にあり得る。非原子力潜水艦の大増強、これが中国の海洋戦略 AD の重要な構成要素となっている。中国は原子力艦隊の増大を図っているが、非原子力艦隊はそれを上回るスピードで増強している。中国の新型非原子力潜水艦は基本的に空母弾の対艦防衛網を突破する能力を有しており、空母にとっての脅威である。中国海軍は潜水艦乗員の軍事教練を活発に進めている。中国はまた米国及び日本の潜水艦戦力の戦術に関する情報を大量に取得しようとしている。よってこうした事象はこの後も再発する可能性はある。中国艦隊が新たな力を定期的に誇示することは明白な実践的目標を持っているという。中国潜水艦隊の活動性の段階的向上戦略、米国抑止の新たな可能性を全て誇示すること、例えば対艦弾道ミサイル、対衛星兵器など戦略拠点への新インフラ建設、これらにより中国は最小限のリスクで東アジアにおける米国の活動性を狭め、段階的に押し出す政策に道を開くことができる。そうしながらも中国は米国との直接的な対立には参入しないのである。中国の軍事力誇示の目的が米国だけでなく他の国々にもあることは明らかである。もし中国が米国の空母攻撃グループの西太平洋へのアクセスを制限する能力を持ったなら、地域における米国の同盟国もその新しい現実を考慮した上でどのように自国の安全保障戦略を構築したらよいか考えざるを得なくなるのだ。